熱はまあちょっとは下がったかな。ティッシュ、タン、こちら。カシミヤティッシュを買いました。カクカク、オーマイゴーシ、オーマイゴーシ、ベリー。1日前、昨日撮ったのあげないよ。もうね、10日前ぐらいに撮ってさ、あれ。私の TikTok はだいたい取りだめなんでね。はい、頼んます。これちょっと前髪パッツン。ボンドなので、いちご食べたいと思う。これは5個あるんだけど、もっと向こうにいっぱいあるんですけど。いやね、パッツンにはまったっていうわけでもないの。うちなにアプリゲームやって、そうそうそう、ぜひぜひって言われてやるっけないよね。やるっけないよね。やるっけないよね。わかんない。なんか無性にいちご食べたくて。いちご買ってきた。いちごゲットしました。ただ鼻水がさ、すごく出るから、普通のティッシュにこうやってピッ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 ってやると鼻が痛いじゃんって。鼻が痛くなって、ここが乾燥するんです。私乾燥しやすいから、だからもうなあ、もういいやつ買っちゃおうと思って。でも言うてこれ200何十円とか。そんなんだけど、でもこれしか売ってなくて、これでいいかって。そう、配信大丈夫ってか、私そう配信をねしないと、あのせっかく皆さんが見てくださって、もう千何日、もうなんか忘れましたけど、経過しすぎて千何日も毎日アイドル続いてるので、っていうのをマネージャーさんとかに相談したら、はい、大丈夫ですよ、無理しない程度にってなって、
ありがとうございます。もう体調は回復に向かっております。砂糖はかけないね。お砂糖かけるの？いちごに。そのままいくだよ、これ。いただきます。1420日。うわー、いっぱいしてるね。いただきます。うん、はい。タレバガニさん、明けおめスタンプありがとうございます。これはどこのだったか忘れちゃった。食欲はね、あるんだよね。全然ある。なんならこのこれの前にお蕎麦食べてますから、私。全然さっき吉川さん、吉川ね、吉川さんのショールームはザオームしました。小僧で閉じました私もこの前見に行ったんだけど、気づかれずに終わったんだけど。ゆうちゃん、ゆうちゃん気づいてーと思ったけど、気づかれずに終わりました。いちごさんなかったの。なんかお蕎麦食べたくて。でも本当は私セブンかどっかの山芋蕎麦が好きなんですよ。コメントしないと。何？あ、ゆうちゃんの？でもね、コメントしなくてもね、このあれは出てくるの。これ実は初見とか初訪問とかだとね、私とその人にしか見えない初訪問ってやつが見えるの。相当美味しいよね。やばい、喉にしみる。インフルエンザワクチンは接種してないのよ。ここ数年。私もインフルエンザなんて中学生ぶりになったんですけど。これさ、これ話したっけ昨日。もう誰に何を話したかもう忘れちゃった、
忘れちゃったけど、中学生もなってないかもしれない。また小学校からなってないかも、おーちゃん。インフルエンザなんて。だ中学校で休んだ記憶がないんですよ、私、あんまり。そう。だから、まっちゃん。なってない。いや、本当に。だし、コロナワクチン、コロナを気をつけることによって、コロナを防ぐことによって、もうインフルエンザが全然なくなったじゃないですか。てかめっちゃ鼻声が。よいしょ。いて。うん。はい、お薬は私お薬に興味があるんですよ。はい、でも薬剤師さんとか絶対難しいから目指しては全然ないんですけど、うんうん、けどなんでお薬、あの結構ね、いろんな薬があるわけですよ、私。こちらに、ちょっとこれ見れ。これね、私のお薬ボックス。そう。この中にもいっぱいお薬が入ってある。そうなの。やっぱなんか飲みきれないんだよね、私。飲みきる前に、飲み切ってなんかいつも多めにくれるじゃないですか、お薬って。多めっていうかちょっと長めにみたいな。そう、何錠も飲んでないよ。だからね、お薬だからね、例えば余っちゃうの。オーバードーズ君と二人。だからトラネキサム酸とかもあるわけ。いっぱい。とか以前コロナになった際にいただいたお薬とか。そう。あるわけ。大体でもトラネキサム酸とね、まあ、あのあれに合わせて、やってるけど、ちょっとあの、痰が絡むなとかだったら、カルボシステインを飲んと、トラネキサム酸を飲んだり、大体トラネキサム酸ですね。トラネキサム酸と、あと熱がちょっと、熱がさっかんねえなって思ったら、アセトミアノフェンとかを飲んだり。アセトミアノフェン、アセトアミノフェン、なんか喉が痛かったりね。飲み合わせとかはね、調べたら出てくるんだよ、今のつで。そうだから飲み合わせはね大事ですから、飲み合わせをちゃんと調べて
この薬とこの薬は一緒に飲めるなって感じだったら、トラネキ、あとね、普通に私喉があんまり、喉を一回こうよくね、扁桃腺じゃ、喉乾燥で喉がすぐ入れられるんですよね。だから、だから、ね、よくね、喉の痛みとか咳系のお薬は、いただくんですよ、よく。すぐ病院行くから、私。トローチはよく。トローチね、私トローチの味めっちゃ苦手なんですよ、あれ。あの丸い、この円状の五円玉みたいな形のやつでしょ。私、あれめっちゃ味苦手。うん。コロナは飲み薬はないんだけど、コロナはね、私の喉の痛みだったり、咳、だったり熱だったりっていうのがあったので、トラナキサム酸とカルボシステインをいただいてました。そうそうそうって感じ。そんな感じ。そうなの。カレンちゃんが言ってたやつがよく一緒にお酒飲みに行くの。ああ、めっちゃまああのね、だいたい吉田と宇多田とです。私毎日吉田と宇多田と一緒にいますね、ほぼ。そう、なんもない時はとりあえず誘うみたいなとこありますよね。大人でっせ。練乳かけた。あ、倒れた。いけたいけた。めっちゃ可愛いからと思って、マジ？よかった。お酒は、カレンちゃんが 2.5 倍ぐらい気になるんでしょ。カレンも初かも。もうニヤニヤしますね、お酒飲んだら。なんかって感じ。もうなんか、あとじっとしてられない。お酒飲んだらやっぱじっとしてられない時が多いじゃないですか。だからこうやって、やってる。一緒。本当にこれ。もうなんか YouTube の企画でね、お酒飲んでるところを撮れたらいいよね。けど私たちお酒飲んだらちょっとくだらない話しかしてないので、お酒飲まなくてもなんだけどね。なんかもう意味わかんない。もう人生に乾杯とか言う人いますもんね。吉田カレンなんですけど、ノリね、そういうノリね。もう3人で、ああ君たちの出会い乾杯とかいう人が出てきますから、20日ですけど。でもみんなね、そのままかな、そのままだけど、みんなワンランクこう陽キャがアップする感じ。宇多田はいつもニヤニヤしてるけど、ミスターは、私はね、顔が赤くなるんです。そうだからあんまり飲まない。
いっぱいは。けど顔が赤くなる人にこれ話したら、あの、いやマジでそうって言われるんだけど、マジでそうって言われるんだけど、あの、顔は赤いけどお酒はね全然いけるんです、正味。けどお酒をいっぱい飲むと顔赤くなるから嫌っていう理由であんまり飲まないんだよね。顔赤くなると意外と飲める人じゃない。そうなの？ベタベタした生美味しそう。のの、わかんない。これこれなんだっけ、茨城ぐらいとかだった気がする。これ大きいから蹴る。ほれほれみたいなやつ。ほれほれみたいなやつだった気がする。めっちゃでかくてそれで選んだ。超子供みたいな理由ですけど、あの粒一粒が大きくてめっちゃうわーと思って。かってこれで半分だよ。私の手。これ同じとこに並んでますからね。すごくない？うん、冷えピタは昨日まで貼ってた。わかんない私、だから、ね、友達というか私友達とあんま飲まないんだけど、てか人とあんま飲まないんだけど、お酒は何があるかわかんないじゃないですか。だから本当に信頼している人としかもお酒飲まないんだけど。だから私が酔った時の感じは宇多田か吉田に聞いてください。ミスサーカは赤くなる場合っていう気がする。一人でもお酒飲まない。なんか私お酒を飲むのに意味を感じてなくて、なんかそのお酒を飲むかジュースを飲むかも一緒なんですよ私にとって。そう、酔っ払った状態が好き。あのふわーって感じね。わかるわかる。あーでも私あの実はあのもう今日何日ですか？今日もう10日ですね。私結構前に成人式が実はあったんですよ。その時の、その時
寝てました。いっぱいお酒飲むとですね、自我はあるんですけど眠くなるんですね。だから友達に紛れ込んで寝てました。成人式はね、成人の日は昨日なんだけど、私の佐賀県の地元は前なんです。そう、地元によって全然違うの、地方によって。そうそう、全然違うから、二日酔いはしないっていうか、しない程度に飲む。えい、はずみん。そう、だから二十歳の集いをね、地元へ行きました。寝ちゃいますね、私は。そうだね。寝ちゃいますね。あとなんかこう、お酒で人に迷惑かけるのが嫌なんですよ。あ、そう、佐賀はね、地酒とか有名なので、ちょっと佐賀に来た際はぜひ地酒とか飲んでみてください。うん、いや、なんかね、人に一回迷惑かけといた方がいいよみたいな、なんか持論語る人もいるんですけど、バカ野郎って言ったよね。それも一理あるかもしれないけど、可愛い迷惑をかけていいと思うけど、本当に迷惑じゃないですか、お酒飲んだ時にかける迷惑ほど。二日酔い、そう、をしないようにしてます。記憶なくして迷惑のかけた人、なぜかそれを武勇伝のように語る。え、それな、そういう人私マジで苦手。マジで苦手。うん。どのぐらいまで平気？で、本当にだから私、本当に信頼した人としか飲まないから、マブダチと、マブと吉田宇多田と、あとも地元の子ぐらいですね。そう、地元の
もはやもう宮崎さんと丹野さんと、だから私が酔った姿を見、本当に酔った姿を見てるのは、地元でもあんまり飲まないようにしてるんですよ。地元でもなんか友達だとやっぱり仲いい友達は仲いい友達なんだけどね、やっぱりこういう世界だと違うじゃないですか。そうそう、お酒でご迷惑をおかけするの重みが違うじゃないですか。だから地元でもあんまり飲んでないですね。正味。だからもうマブダチと宇多田と吉田ですよ。大体がっつり一緒に飲んでるの。もう誰よしと歌と、よしと歌とね、あ、雪丸もね、一瞬ミッサー二十歳なったのって言って、あのそう、一緒にお酒飲もうって言ってちょっと飲んだことはある。あ、こちらはホットのジャスミンティー。ノノはまだ飲めないね。そうだからいつもジュース飲んでる。ほんと甘いの好きだよね、あの子。いつもスタバの激甘ドリンク飲んでるイメージしかないんだけど、もうなんかホワイトシロップ追加の追加のみたいな、なんかチョコレートシロップじゃん、チョコレートチップ追加のみたいな、よく飲めるよ、あの甘さは。京香はまだ一緒にね飲んだことがない。京香11月でも成人だもんね。しかももうすぐ、ヒカがずっとね、ヒカみんなより遅く二十歳になるから、二十歳になった瞬間に一緒に飲んでね、お酒一緒にお酒飲もうねって言ってたから、はしょうがない、待ってやるよって三人で言ってた。抹茶ラテ美味しいよね、わかる。限界、家で限界を試して、あ、それはそう、あ、そう、だから私外で飲まないですね、あんまりお酒を。宇多田と吉田とは飲むけど
歌としてとは飲むんだけど、やっぱりなんか外だとさ、やっぱりお酒飲みます、そっから帰りますっていうのが私もだるくて、帰りますっていうのもあるし時間制限もあるし、けどそうだから二人はよく川原のお部屋に来てます、お部屋に来て3人で飲んでます。天くん、あけめスタンプありがとうございます。私電車っていう存在が苦手なんですよ。わかる人いると思うけど、なんかもう大勢の人があのこじんまりした動く空間に敷き詰められてるっていう状況が本当に大変ストレスがたまりまして、もうYouTube でねやりましょう、はい、人がいないのはいいよね。ちょっと待ってね。はい。佐川電車ありますよ。女の人絡まれる不安があるかな。あ、電車？私も漆黒のオーラを出しているので逆に怪しまれるんじゃないでしょうか。手ぐらい。マイカーが一番なんだけど、マイカーだとさお酒を飲んだら運転ができないじゃないですか。どういうこと？漆黒堂さん、一国堂や。それ一国堂さんや。先は、そう。あの二人は飲みそうだな。あとさ、三人がさ、こう潰れたらやばいじゃないですか。だから誰かが正気を保っておかないとやばいのよ。っていうのもありますね。もうなんか何喋ってっか分かんないんだよね。酔った人たち、あの二人のなんかもう、ああもう、あ、もう宇多田とかもう英語の I my me my のやつをとか is は I とかって言ってくるから。すぐ寝るし、ほんとすぐ寝るし、自分セリフで酔った人と話すってなかなか無理。あ、それはそう、それはそう、ほんとすぐ寝るし、宇多田やべえマジでおもろいよ、うんって言ってる、ずっと吉田も宇多田も、うん、この顔で
ずっと二人で言ってる。ミスサーはさでミスサーはちょっとこんな感じだから、おもろいマジで。この YouTube にしますわ。ちょっと生放送だと結構やばいから、アカウンピーな事態とかがね、発生したりしますので。放送はダメです。何かあったら対応できるようになれるのはそういえば一番遊びに強いんだよね。やったー、ありがとう。見たいな、これ。あ、下ネタとかじゃないですよ、もう本当にくだらない、本当にくだらない。もうなんか、いやー、二人に出会えてよかったよみたいなことをずっと話してたり。いやーでもさ、いやーもう出会って何年だよみたいなこと話したり。いやー面白いですよ、もういい意味でバカすぎておもろいよ。そう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 、ああ見えてミスさんも結構いい加減いい加減、私いい加減です、私いい加減ですね。結構もうどうでもいいことどうでもいいっていう、結構人生いい加減に生きてればなんとかなるんじゃないっていう、あの適当な人なので、そうですね、そんな問題って感じです。ミスさんもいい加減って言ってたの、吉田あんたもやって、あんたもやって言っといて。いやでもね、やっぱ似てるんだよね、宇多田と吉田と私3人で、3人ってほんと似てることが多いなって。スプロナミさん、あけめさん、ありがとうございます。ピッシュシュッス。もう典型的な女子って話してますよ、全然。そう、体調は全然ね治ってまいりましたけど、えね、痩せたって思ってるの、私も思ったの。ただね、ワンちゃんわかんないわかんないけど、もうね女子って会話してます。だから本当に毎回、いやもう飽きんのかってぐらい、いやその話題飽きんのかってぐらい話してるのは、もういや誰が最初に結婚するんだろうねって酔ったらすぐそれ話してますね。だからもうこの前話したそれって言いながら、お前それかお前話したんや言いながら、うん、何回話してもね面白いんですよね。もうそれがおもろくてもう一回話すよね。私は本当面白いやつだ。そして中島みゆき歌い出すと、あ、そう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 、中島みゆきさんの糸糸を
兄と差しで話したり4時間経ったことがあるから話すタイプの男性もいる。話すタイプの男性もいる。私が一番先とは言わんか。私は一番先じゃないと思った。いやわかんない、なんかね毎回ね、いやでもさとか言ってさ、いやでもカレンちゃんじゃない、でもカレン意外とミスだと思う場合、でも20日も意外と早そうよねあの結論は出ないんですけどね、大体自分の場合適当に生きた結果が今なので、何かを変えなきゃと思ったので一旦またこっちもやる。うん、決意も大事、ただ今のうちに押しといた方がいいんではないところだろうか。誰が一番という結論、誰なんだろうね、わかんない、カレンじゃないみたいな話って、カレンと時間の無駄にするめっちゃ塩でくさ。でもカレンで、その後に宇多田と川原が同じぐらいにありそうだよねって話はしてる。だから子供、うわ男の子の子供の親やってそうとかって話したりとか、そう、うん、みちなみに絶対長男やんって言われた吉田と宇多田に、絶対長男の親やってそうみたいな。でも自分でも分かるわ、真面目な話めっちゃしますよ。だから逆にその真面目な話もしちゃうから、あれなんだよ、真面目な話も全然しちゃうっていうか、もはやめっちゃしてるから、生配信は NG なんですね。結婚した人結構いるね、結構じゃないか、3かな。なんか私の長男、いやカレンちゃんは2人兄弟っぽいとか言ってそうって言ってたね。面白いよ。なんで長男？あの長男が子供ができたら一番上は男の子っぽいっていう、あの男の子っぽいっていう、あの偏見ですね。偏見。うん、違う、あれだよ、それぞれに子供ができたらの話。そうそう、なんか子供合わせたいねみたいになって、将来もしお子さんができたらみんななんか幼馴染にしたいよねみたいな話してて、そう、たらミッサー絶対男の子育ててそうとか言われた確かに、女の子で友達みたいな親子、え、めっちゃ憧れ、私そう、とても憧れそれ。でもお兄ちゃん、あ違う、でもお姉ちゃんがいる、お姉ちゃん弟っていう編成か、お兄ちゃん妹っていうこの編成がちょっと憧れですね。はい、そう、ひかは女の子を育ててそうとか、マジ？とかって
同性という選択肢消えてる。同性？長男だったら名前なんてつけるのかな。話したことないわそれ。話したことないそれ。ね。金子さん、明けめスタンプありがとうございます。サバ缶見たい。めっちゃサバ缶見たい。もうやってないかな。もうやってないか。子供二人産んで、女女男男のパターン。私多分三人な気がしてる。缶って当たるんだよね。うん。名前ね。で私自然の名前つけたいんですよ。だから海とか空とか、あとはね、で海とか空とか憧れですね。海空、陸めっちゃ大地。ああなんか、あ月とか、私月って書いてルナっていうものめっちゃ好きなんですよね。ルナちゃんっていうお友達がいるんだけど、めっちゃ素敵って思っちゃった。そう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 、勘やね、勘当たるのよ私マジで。美咲ってね、多い世代だよ。可愛いよね。なんか月とか空とか、あの晴れっていう字わかる？晴れとか、晴れとか、夏とか、海とか、そういうの入れたいんだよ。そう、天って書いて空も素敵だよね。そのね、天って書いて空ちゃんも友達にいるんだよ私。晴れとか素敵じゃない？と木とかいいの？木とかいいなって思う。ゆうゆうさん、あけましたんぱ、ありがとうございます。20日ってだからめっちゃいい名前だよね。ね、それピカチュウや。それピカチュウって読むよ、それキラキラネームで。木、そうそうそう、木。草はちょっと嫌だな。何々で草のイメージが強いか、ちょっと草はあれだけど、木とかね、いいなと思う。いいよね。あ、そう、花とか素敵だなって思います。女の子できたら二文字の名前つけたい願望。私桜っていう字使いたいのってみんなっていうか友達にめっちゃ言ってる。桜っていう字とか夏、本当だからもう桜、夏、空、海、なんて言ったっけ私、あと桜、夏、空、海、月とかお花系。あ、ルとかルリとか愛とかめっちゃいいよね。わかる、めっちゃわかる、本当にわかる。でもあの恋っていう字も好きなんだよね。可愛いじゃないですか。だからカレンとかめっちゃ好き。カレンっていいよね。リクくんとか良いですね。リクくんね。でもなんかさ、お名前にルンとかリンとかが入ってると、とかあだ名とかでルンリンっていうのが語尾に入ってると運気が結構いいらしいのよ。だからマリンちゃんとかいるじゃないですか。
マリンとかリン、マリンって呼ぶのがいいらしい。カレンとかね。そう、難しい感じで、白の猫前から読み直す。いや、私の友達もいましたね、あの画数が多すぎて習字がにじんでる人。いました、いました。これなんて書いてあるのって言われてた。あら、名前潰れちゃってるねっつって。カリンちゃんもいますね、いっぱい私の友達に。カレンっていいよね、花に恋でしょ。なんていい、いい名前なんでしょうね。画数草。いや、もうなんかぎっしり詰まった字。リンっていう字もいいよね、わかる。あ、ループしてる。